今回はせっかく制服を着てるからちょっと勉強に絡むことがしたいなと思ってる。いいねいいね。そうで、私たちいろんなコメント今まで見てきたねんけど、目つぶってたら関西人にしか聞こえへんし、ほんまにロシア語喋れんのって、生まれはロシアとか言ってるけど、クラスとか絶対ロシア語実は喋れへんのやろとか、であれちゃんもワンちゃん喋れへんのちゃうんみたいなこと言ってきたりするから、ちょっと私たちのロシア語力を一回ちゃんと検証しようと思って。面白い。こんなに面白くなさそうな、面白いって初めて見て、でも自分の英語力じゃない、ロシア語力を検証するのにアレちゃんにっていうのも、ちょっとアレちゃん信用ならへんからほんまにできるかなっていうのがあるから、今回は特別にロシア語が確実にわかる方をお呼びしておりますので、ちょっとお呼びしたいと思います。なんで、せーの、はい。ってことで、生まれはロシア、私はアシアこと。アシアでーす。おー、ありがとうございます、今回も来ていただいて。まあ今回もっていうか2本目なんやけどな。言っちゃった。アシアちゃんはもうロシア語完璧よね。うん、まあネイティブ。ネイティブよね。というか、ネイティブ、うん。当たり前。まあそりゃそうよ、だって。生まれはロシア、育ちはロシア。名前はアシア。アシアちゃんに今回は私たちちゃんとロシア語喋れるかどうか判断してもらおうと思う。怪しい。怪しそう。顔、顔面。いや、なんかずっと日本語しか話せないから、しかも関西弁だし。そうやね。カメラ回ってない時も日本語やねんな。うん、ちょっとロシア語を今回検証してもらおうかなって。うん、安心してください。安心してください。入ってます。ます。古い。古い。でもティーバッグは入ってます。せんアルちゃんはティーバッグを入ってます。アシラちゃんはティーバッグ入ってます。ごめんね、アシラちゃんもほんま毎回毎回。アシラちゃんは何も入ってません。 ありがとうございます、ごちそうさまでした。ということで本日の動画ありがとうございました。今回はアシアちゃんに問題を出題してもらって、はい、その問題にちゃんと答えられるかどうかっていうのをやっていきたいなって。今回はなんとこんなものがございます。ホワイトボード。簡単な問題から。問題その1、はい、ロシア語で自分の名前を書いてください。あー、でもそれなんかアレクサンドラって書いた方がいいんかな。書けた。アレちゃんって書いたらいいの。知らねえよ。やめろや、お前。続け文字やめろや。俺のがダサくなるやん。なあ。じゃあ、せーの。じゃん。あんたもう小学生1年生みたいな字だってるやん。しゃーないやん。しゃーないしゃーない。ブラッセンブラッセン。でも小学校1年生ってこれ5歳で止まってるからな。5歳児のロシア人やから。5歳児の。あれちゃんなんかカッコつけてない、ちょっと。ちょっとあ、合ってるこれ。合ってる。できてる？うん、読める読める。じゃあ皆さん、私は言葉を言うからその意味、うんうん、日本語で教えてください。はい。じゃあまずはスカバロとか。はい。フライパン。すごい。取ったよめっちゃ。じゃあ次、サラカノシカ。はい。ヤスデ。ヤスデなのかムカデなのかどっちかのやつやねんけど、まあ、そこら辺のね、虫系。虫系、はい、正解やな。はい、次、バヤン。え、バヤン、もう一回言って。バヤン、なんか楽器じゃねえの。そう、楽器だけど、何の楽器かわかんない。バヤン、ハーモニカ。違う。あ、これはそう、アコーディオン。アコーディオン。バヤン。じゃあ次。次。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ここに虫おんねん。虫。じゃあ、ハエやん。あんた、ハエで。ムハ。ハエ。ムヒっていう。ムヒ。あ、そう。日本のムヒっていう。ムヒは複数形のハエ。たくさんハエがいる状態のこと、ムヒっていうね。じゃあ次はカバン。カバン、はい。馬、牛じゃなくて、なんていうの、あの動物の。カバ。違う、カバじゃなくて、カバ、あのイノシシちゃん。そう。イノシシだ。そう。出たかったー。じゃあ次はレルス。え、もう一回言って。レルス。わかった。え、言ってみていい？間違ってると思う。うん、
線路。線路。あ、合ってた。ごめん、アレちゃんのやつ全部取っちゃった。でもアレちゃんの方がロシア語うまいから。とか言って、あんた一番喋ってるやん。いや、ビニって全部言いたくなんねん。ちょっと欲張りだね。そうやね、ごめん。そうやろ、ね、次アレちゃんに譲る、アレちゃんに譲る。欲張ってんじゃねえよ。もう1問ぐらいある。次の問題は、ロシアの一般的な犬の名前と猫の名前を言ってもらおうかな。犬言ってもらっていい？犬はなんかシャリックっていうのを。シャリック、シャリック。猫はキサ。え、キサじゃないでしょ。ちょっと違う。あ、モルカ。そうそう、バルシュ。あ、バルシュ。そう、バルシュ。あのね、うちの実家の猫の名前がバルシュやね、うん、日本語にするとバルスで、バルスってラピュタの崩壊をする時のバルスって言ったら全部崩壊するから、なんかいつも猫にバルス、バルスって呼んでたら近所の人が言ってんのあいつみたいな、破壊のなんか呪文も唱えよるわって言って、破壊人なんなんだみたいな感じや。意外と知ってるんだよ。いけるんだよ、そう、意外と。じゃあ次はレベルアップしましょう。レベルアップ。2人にロシアの国歌を歌ってもらいたいと思う。あー、わかんないよそれは。でもわかんない、一番最初はいけんねん。ロシアのロー一番最初で一番最初は知らない。ちょっと国歌に関しては申し訳ない、私たちは合格のレベルやね多分。あとね、すごい私コメントで言われるんだけど、カチューシャを歌ってください。あ、これ歌える。歌える。ラスビタリヤバニーグルーシーパープリートマナナデコイブイカジーラナベリカチューシャナベソーキベリタクルトイ。じゃあ一番難しいレベル、鬼殺しぐらいのレベルの。鬼殺し、よくそんな単語知ってんな。鬼殺しレベルの問題出てくる。唾出てもたわ、びっくりして。まあ、お二人ペロシキーズということなので、ロシア語のオープンジー、ちょっと悪い言葉知ってるのかしら。それやっぱりロシアに住まないとなかなか知らないんじゃないかなって思う。ロシア人が怒るとき、ほら交通事故の動画でよくほら出てくるじゃん。プリ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 。基本的にロシアの場合はプー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 みたいな、全部プーやから、もう最初からプーっていいやんかみたいな感じになるけど、この野郎なんとかプーって。2人は何個ずつぐらい知ってるのかなっていうのは書いてみる。じゃあぜひ書けました。はい、じゃあ見せてください、私に。なんで知ってるの。めっちゃ書いてるやん。え、でもな、ちなみにモザイク書けるけど、皆さん使います。使わないよね。書かない。書かない、書かないよね。書かないと思うんだけど。意外と知ってるんだ。自分でもこんなにたくさん出てきたことが結構ショックなんだけど。根付いてる。本当に放送できない。本当にできない。でも、まあ、一つだけ言えるとしたら、このフイってやつ。はい。これまあチンコみたいなのすごい悪い言葉やね。でもさ、日本の人って言うやん。フェイ。そう、日本人って言うよね。ほんとびっくりするけど、日本の人がフェイって言うもんね。それだから、それってもうみんなヒーみたいな感じで言ってくるのが、フェイフェイとか言ったらチンコチンコってね。え、どんな感じで言ってくる日本の人。なんかちょっとホイって言って、それがちょっと微妙にウーの方になっちゃうともやばい。そうなるとどうなるの。なんか、まあ、はい、日本語になるとどういう風に日本語になるとどういう意味になるの。いや、おっしゃった通り。じゃあ、分かった。じゃあ、ポンまで言うから、こんだけ言える。こんだけ言える。こうだけな、いいやろ。じゃあ、行くで。ピーン。ここ。いっぱい出てきた。ここいっぱい出てきた。どうしても言わせたいね。こんだけ言わせたい。でも、まあ、よくよく考えたら、さっき、地味にフイって言ってたから、ロシア語ではチッコって実は、いや、それ日本語で挨拶だから。あ、そうそうそう、日本語の挨拶、日本語の挨拶だから。申し訳ないね、ピロシキーズのとこでこんな。もうでもこの問題出したのあなただからね。いや、もうお二人こんだけ書けると思う。特技だったりとかね、できるところ、こんだけ書けると思わなかったから聞いてるんやって。社長すごいね、ちょっと書けないと思う。これで鬼級レベルのできるやつやん。こんなに書けるのはやっぱり私たちエロスキーズだからかな。エロスキーズ、エロスキーズです。はい、
っていうことで、一応今回の動画、アシアちゃん本当ありがとうございます、はい、わざわざ来ていただいて本当にこんなエロのチャンネルね、もう申し訳ない限りで本当申し訳ないんやけども、全然思ってへんやろ。いや思ってる、でも思ってないで、何かいで結局アシアちゃんのところにもピロシキーズお邪魔して、うん、動画の方を上げさせていただいてます、はい、そちらの方もリンクの方を貼っときますんで、はい、ぜひよかったら見てみてください。グッドボタンと登録よろしくお願いします。そう、まあエロではない方面、ちゃんとしたロシア人を見たい方はぜひアシアちゃんのチャンネルもね、うん、見てみていただければと思います。ちゃんとしてないロシア人を見たい方はこちらもぜひ見てくださいね。はい、じゃあ今後ともよろしくお願いいたします。よろしくね。 See you